作館学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作館です。今回紹介するのは1999年にアクレームジャパンが任天堂64向けに発売したバイオレンスキラーです。はい、ね、バイオレンスキラーですよ。どうかな。で、この面があってこんな感じになって、で、裏面です。で、まあ、表面から見ていくと、まずね、パワードバイゲンジで、ニンテンドー64、ね、N キューブがあって、で、バイオレンスキラーというロゴがね、英語表記でバイオレンスキラー、キュロックニュージェネレーションって書いてあって、その下に、なんかボードみたいなところにバイオレンスキラーってカタカナ表記があるような、なんかちょっと一体感のあるデザインのロゴになっています。で、1人から4人用インタラクティブシューティング。で、ハイレゾパック対応、振動パック対応、コントローラーパック対応91ってなっててね。まあ、ハイレゾパックっていうのは後にあの拡張メモリーパックって名前になったね、やつなんですけど、まあ、これがあの対応してると、まあ、多分綺麗になったりね、早くはならないのか。でも綺麗になったりするんじゃないですかね。で、注意。このゲームソフトには、出血などの表現が含まれていますが、発売時にはオプションの選択で表現、かっこ出血を消していますということでね、あの残酷表現を見たければ設定してくださいということですね。で、これ多分恐竜の目に主人公キュロックが映ってるっていうデザインになってると思います。で、裏面で画面写真が6つあって、で、説明って感じですね。荒れ果てた都市、迫り来る恐怖、頼れるものはキュロック自身、自分自身って書いてチュロックって読ませてるんですけど、まあ彼でしょうね。で、彼でしょうね。で、先代チュロックが命を懸けて守ったロストランド。しかし時代は流れ、新たなる敵プライマゲンによって邪悪な生物がはびこる世界に変貌してしまった。チュロックの称号を受け継いだ若者、ジョシュア・ファイヤーシードは敵の野望を打ち砕くため単身敵地に乗り込むのであった。リアルタイムの光源を用いたことにより、より自然な光と影を演出、さらに高音質のリアルサウンドが臨場感を一層盛り上げる。使用できる武器は格闘用から絶大な破壊力を持つウェポンまで多種多様。状況に応じてクイックチェンジで使用可能。で、コントローラーを持ち寄れば2人から4人で同時対戦可能なマルチプレイ機能を搭載。別売りのハイレゾパックを使用すれば、ハイレゾモード、高画質でさらに美しいグラフィックが堪能できる。このパッケージの画面写真はハイレゾパックを使用していますということで、ここら辺はね、ハイレゾパックで使ってるらしいです。でね、発売元はアクレームジャパン、販売元メディアファクトリー、ここを覚えてください。これが現地です。以上、作館でした。